じゃあちょっとあのビフォーアフター分かりやすいので左足だけちょっとやらせていただこうかなと思うんですけれども、うんね、まずこういった感じで、これは何ほこり落としから、ほこり落としからね、うん、まずこうやってほこり落としをしてあげてクリームがしっかり入るようにしてあげるっていうの、ありますね。これ財布とかさ、はいはいはい、磨いてもらったりするのよ、たまにその、ね、買ったところで、はいはいはい、この動きから入るの、このソフトな感じで、はいはい、これによってでもさ、はい、結構硬めの、ね、毛だから傷ついちゃったりとかないの、はい、意外と皮は丈夫でこれぐらいなら意外と大丈夫なんですよね、はい、でこのクリームを塗るときポイントがあって、うん、これ指で塗るんですよ、指で塗るんですよ。普通はあのこういう布とかで、あの布とかブラシとか、はい、で、うん、塗られると思うんですけれども、この指の体温でこの靴クリームって結構油分が多く入ってるんで、それが溶けてくれるんですよ。なるほど。あ、こうやった感じで、塗るんですけれども、うん、でこれを少しずつ靴に、うん、塗り込む。そうなんです。わけではない。塗り、まあでも塗り込むような感じでスルスルと塗っていくんです。いい匂い。今最初はあのだんだんツヤが消えてっちゃってると思うんですよ。そうだね、ツヤ消しで渋い感じにはなってるよ。そうなんです、うん、ただあのこの後にするのでまたちょっと一段とツヤがある出てくるんですけど、こういった感じで元のほらほら、うんうん、なんかこう元がなんだろうな、このようにツヤが出る元の方がいいよね、はい、ポテチでも触った手で触っちゃったの感があるよ、ね、ここでこの、うん、ブタ毛ブラシっていう、ブタ毛これをブラッシングするんですよ。硬いでしょ、ブタ毛なんて。そうなんです、ちょっと硬めのブラシなんです、うん、これでブラッシングする。ちょっとこれ見ててほしいんですけど、うんうん、こうやってブラッシングすると一気にツヤが出てくるんですね。こんな感じで、うんうんうん、鏡みたいにツヤが出てくる、うん、このブラシをするっていうのは結構重要で、うんうん、これをすることによって、靴クリームを、皮の中に押し込んでやるっていう効果だったりとか、なるほど、そうなんです、そうなんです。あとツヤを出すっていう効果だったりもあったりするんですね。で最後さっき言ったようにクリームを、そうかそうか、まだ塗料があるから、はい、そうなんです、そうなんです。最後拭き取ってあげると同時に、拭き取ると同時に最後ちょっと磨き上げるんですよね。でこれをまた磨き上げると一段とツヤが出てくる。より細やかな目で、そうですそうですそうです。そうするとやっぱこうやって 見せて、ちょっとその布の、はい、やっぱこう色がつくから、そうなんです。でこのままこの最後の拭き上げをしないで履いちゃうと、うん、ほこりがつきやすくなって、なるほど、はい、油分が残ってて、そうですそうです。でほこりがつきやすくなるとどうなるかっていうと、そのほこりが靴の油分を吸い取っていっちゃうんですよね。はあ、水分というか油分だろう、うん、湿った布の上に乾いた布を置くと、うん、まあその水分が上に行くのと同じように、うん、ほこりの方に移っちゃうんで、うん、より靴から油分が抜けるのが早くなっちゃうんですよ、うん、なので最後こういうふうにしっかりと拭き上げをしてあげて、うん、まあ、同時に磨き上げてあげると、そうすると最後これピカピカに、うわすごいね、仕上がる。うわすごい、全然違う、リーガルじゃんもうもうリーガルだよリーガルじゃんもう、上の方があのギラギラしてるのが、うん、うわもはやリーガルだよいや、コードすごいわ、うん、すごい。で、さらにもっと光らせる技っていうのがあって、うん、鏡面磨きっていう磨き方があって、つま先の部分にこういったワックスを乗せて磨く方があるんですけど、うん、これはちょっとこの場でやると20分ぐらいかかっちゃうんで、あ、そんなかかるの？で、ちょっと完成品だけちょっと持ってきたんで、ちょっと見ていただこうかなと思います。はい、で、できたのが、うわぁ、うわぁあ、ここだけやってんの？そうなんです、つま先だけ。うわぁ、めしめしめし、全然違う、こうも立ててこんな感じで全然違うよ、もう鏡だ、鏡みたいな、こうした方がいいよ、はい、ほら、もう見えてる、全然違う、反射してるじゃん。これもじゃあ全体になるの？こうやってやれば、これ全体に実はやっちゃいけなくて、ここつま先の硬い部分だけ、そうです、硬い部分だけなんです。ここ、ね、こういうところにやると割れちゃうんですよ、ね、なるほどなるほど、膜が、あ、そうなんです、基準にやると、これがだから逆におしゃれだったりするんだ、知ってる人には。つま先とあとかかとの2箇所できるんですけど、あ、かかともいけんだ、かかともいけんです、かかとも、デザインっぽいもんね、なんかグラデーションになってるやつなのかな、はいはいはい。これカブトムシにやってもこれくらいになるやったことないんで分かるんですけど、硬いからな、ギリいけると、多分なるだろ、多分なるだろ、友達のカブトムシと差をつけれる